思い出した、めっちゃ思い出した。バスからでチャリで来るときはここの通り通ってないんだよね。バスからこの感じ思い出した。めっちゃ思い出した。やばかった。その時のスタイルはあのKスイスの真っ白のスニーカーに真っ白のちょっとこうビシッと入れ替えしたちょっとワイドの 2XL か 3XL ぐらいのシャツに、まあ、それは話やめようか。とりあえずね、あのいる格好まで思い出した。バスに乗ってる映像、20年前のバスに乗ってる映像とその時の格好まで思い出した。どうですか、通り変わってます？全然変わってない。全く変わってない。そんなに景色見なかったんだなと思うね。あの寝てたもんね、バスの中ね。寝てたか音楽聴いてるか。でも覚えてる覚えてる。地に持つもれば山となる変性だけ。やめてから頭の中金だけ。122単位俺は取ってた。124単位で卒業だ。法政大学中退、法政大学中退。もうやめた、もうやめて、もうやめて、yeah。 法政大学中退、法政大学中退。もうやめて、もうやめて。これをさ、今日休みだからいいけど、法政大学生の前で歌ったらマジでやばいよね。金のベンツが、法政大学中退、法政大学中退、もうやめた、もうやめた、もうやめたって曲流れてきて、やばくね。やばいです。やばいですね。怒られますよね。めっちゃウケない。法政大学の前から法政大学中退歌ってみたいね。まあまあ今日ビデオ撮影ある意味それなんだけど、まあ休みだからね。そうですね。超ウケるよね。綺麗なんだよね。あのなんかこう経済学部から社会学科と経済学科があって、こうセパレートになってるんだけど、でそこから、ね、体育館行くのにまたちょっと山を上がって越えるんだよね。こうなったらでかいんだよね、敷地が。めっちゃめちゃでかい。なんかこう丘みたいなの越えるんだけど、その丘も敷地みたいな。すごいし、ね、そう丘を越えて下って、そしてグラウンドがあってトレーニング施設のジムがあってみたいな。そうで、そこの上がっていくところなんかもすごい綺麗。紅葉が綺麗だよ本当に。今度なんかね、法政大学の中入れたら入ってちょっと学食とか食べてさ、なんかそういうのをあのショーのライフでちょっとやりたいよね。一人で自撮り棒持ってたよ。でも紅葉見終わったら見れて、今年紅葉とか全く見れないからさ、あのコンクリートジャンゴにいたらこっちの方からで見れないよね、こんなの。そうですね、綺麗じゃない。そうで、これ右がね経済学部で、左の方行くと社会学部。これ覚えたね、このコンビニすごいさ。もあれんのかな、車。車で一回やってたことあるんですか。車でも買ってた。最後かな、4年3年、まあもう留年してたからさ、はい、留年した時は、あ、ここでも駐車場がね、そっち側から入れるんだよね。ここだともろこの法政大学の門になっちゃうからダメなんだよ。ここじゃなくて、あ、これ U ターンできねえ。そこで U ターンしようか。うわ、やべえ、法政大学ゴールドベンツ入っちゃうわ。ちょっと取っといて。ちょっとこれ U ターンしかない。変わってねえな。ちょっとどうやって U ターンするのこれ。U ターンできない。え？ U ターンできないじゃん。まっすぐ行くしかない。てかやべえ、法政大学外学のもう敷地内入っちゃってるよ。すごいっすね。大学でしょ。はい。トンネルあるんすか。いやいや、てかちょっと U ターンしてんだよね。ここじゃないんだよね。めっちゃ覚えてるよね。で、それでそこに入り口があるんだよ。そこ右なんだよ。そうすると細い通りで上がっていくんだよね。
そう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 、俺の記憶だったら確かここだと思うか、1個先、1個先か、ここ。まあでも駐車場って書いてありますね。1個先か、ここで大学、そうそう、車でね、レジェンドクーペでここ上がってた。懐かしい。正門近いです。はい、こんにちは。ありがとうございます。食えんじゃないこれ。だから休みでもそっか、勉強しに来てる子とかいるもんね。あーマジで懐かしい。そのまんまだよ、ほら上とこう 2台になってんだよ。へー、うん、そうそう、砂利なのも変わってない、全く変わってない。20年以上前から全く変わってないここ。うん、なんかお気に入りのスポットとかあったんですか、止める駐車場の。いや基本でも下か上、でも上の方が楽だったから上に止めてたけど、でも今日は上に止めたくないよね、あんまりね。